武蔵底は、フランスセーヌ・サンド・ニケンル・ブラン・メニル出身のサッカー選手。プレミアリーグはトフォード FC 所属。フランス代表。ポジションはミッドフィールダー。2003年から、トゥールーズ FC のユースチームに所属し、2007年にトップチーム昇格した。2013年1月、入滑するユナイテッド遺跡が決定。 2月2日のチェルシー戦で移籍後初ゴールを含む2得点を挙げた。2016から17シーズンからは入滑するユナイテッドがプレミアリーグから降格したためトッテナムに移籍した。比較的多くの出場をしていたが10月22日のボーンマス戦で敵にエルボーを食らわせ3試合の出場停止を受け以降幅に出番を減らした。 翌シーズンは監督のマウリシオ・ポチェッティーノから構想外を言い渡された影響もあり、開幕前にはいくつかのクラブが獲得に興味を示したが、トッテナムに残留した。2017年9月30日、ハダースフィールドタウン FC とのゲームでは途中出場からシーズン初ゴールを決め4から0での勝利に貢献した。2018から19シーズン。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝で先発出場したが試合開始1分も経たぬ間にハンドを取られ PK を健常モハメド・サラーにこれを決められてしまうその後オリギの追加点で0から2となりトッテナムはリバプール FC に敗戦初のチャンピオンズリーグ決勝で退官とはならなかった2021年8月27日 ワトホード FC と2年契約を結んだ。各世代の代表を経験後、2009年10月10日に、ホームを行われた 2010FIFA ワールドカップ、欧州予選フェローショ戦で、途中出場し、A 代表デビューした。続く10月14日に行われた、同予選オーストリア戦には先発出場し、評価を高めた。しかし、2010年5月12日に発表された、 本大会に向けての代表候補メンバー30人から、漏れ、ワールドカップメンバー入りは叶なわなかった。ブラン監督時代には一度しか招集されなかったが、デシャン監督就任後、2012年10月12日の日本戦で2年2ヶ月ぶりに代表を復帰し、スタメンフル出場した。2014FIFA フフワールドカップフランス代表に選出され、ワールドカップデビューとなった。 グループリーグ第2戦のスイス戦で代表初得点を挙げた。2016年の UEFA ユーロ2016の代表メンバーに選出され、4試合に先発出場、決勝にも出場したが、ポルトガルに敗れ準優勝という結果に終わった。2018FIFA ワールドカップでは予備登録メンバー入りしたが、出場はできなかった。ありがとうございます。